第52回目でございます。今回も、8月29日の、前回の、演目を、少し紹介させていただきたいと思います。まず、今回「ママの川」地唄「ママの川」でございますが、この曲もともとこの YouTube でもよく出てくる若瀬さんのおっさんのためにうちの 祖母が、振りをつけたのですが、当時、その振りを、2人ともが忘れてしまい、で、もう一度、なんとなくな感じで思い出しながら、作って、のが今伝わってる振りやそうでございます。曲目、曲の内容は、ままならぬ、恋であったりままならぬものとかっていうもの、だからそれを水の流れであったりそういうものに、置き換えたりして、舞うんですけれども、やはりもうね、うちのお遊戯本当に、この扇の手が、大事でまた難しいのでございまして、水の表現なんですけれども、私がやるときなんですけど、だから平で持ってこれ動く、分かります？見えてますかね。で、開けて動くですよね。で、これ横に動く、縦に揺れる、こっちもこうなってこうやって、いろいろと表現があるわけなのですよ。分かりますか？こんな感じの表現で、いろいろなその時々の水の流れを表現していったりします。あとは、回したりね、いっぱい普通に撮ったりします。誰とは言いませんけど、最近ここ抜いたりするんです。それはやっぱり、できればやってほしいなと思います。稽古でも、浴衣とか会とか、そういうものぐらいやったら落としてもいいじゃないですか。ね。本番の舞台でね、やっぱりいろいろね、落とすの嫌とかそういうことはあるかもしれませんけど、せっかく山村流習ってて、せっかくやるんやったら、撮った方がいいですよ。誰に言ってるのか、ね、まあいいや。だから、こんなことぐらいね、ありますしね。これも、前にも言いましたけど、これ落ちてくるのを掴むだけですから、大丈夫です。でね、あとそれと、そうそう、一番初めのね、この格好つらいんですよ。このままじっとして待っててね、これ特に私、着流しでやるもんですからね、足元がね、汚いんですよ、出したりすると。これ女の人やと、この裾があってね、もう何回かな、2、3回回してはもらってるんですけれども、何回やってもこの足元のこの裾がね、まだいまだにうまいこといきませんね。これなんとかちょっと考えて、いろんな方法を考えて、これからもまたやりたいなと思ってる曲でございます。それで、うちの劇では大体下車衆の潰しっていう、頭に、衣装もね、ほぼほぼ淡い色を着たりします。淡い色の、水っぽいというか、そういうもので、あまり、柄のないもののようなものを着るようにします。で、先ほど言ってましたお扇子なんかをこうするところは、いわゆる箏曲の手元と言われる、手元って言われる、歌のない部分ですよね。そういうところでそういう、お扇子の振りがいっぱい出てきて、今回は尺八も入ります。珍しいんです。なかなか、入れることはないんですけれども、今回は、尺八も入れて合奏のような形で、皆様に、ご覧いただきたいなと思っております。続きまして、虫の音、地唄虫の音でございます。この曲も、手元がかなり長くて有名なんですけれども、今回は私が初演から2回目かな、2回目の折に衣装つけて、やってみようと思って、やったこしらえで、ご覧いただこうと思っております。
あのまあ、虫の根っていうのはもともと農学の松虫からこう子孫を取ってきて、その、世界観であったり風景であったりっていうのを表していると思うんですけれども、まあ、松虫は黒頭、あの黒いこういう長い毛なんですけども、まあ、あの幽霊であったり漏れとかそういう時にこう来たりします。本来は大口っていってこういう厚板のものを着て、水衣を大きなものを着るんですけれども、それではね、あのうちの夕日の降りにちょっと合わないかなと思いまして、あの特にあの厚いたっていうかこの大口がね、合わないと思いまして、実は、着流し姿で、水衣で黒頭っていう形にしたんです。これはあのうちの亡くなった母が、自分のリサイタルかななんかの時の陣陽光という曲をやった折の写真がものすごく自分の目にありまして、あ、こんな形でもできるなと思ったことがきっかけで、何回か、はい、文楽劇場で東西名流とかでも回してもらったのかな、その格好で、あのいわゆるすすきの野原で、そんな感じで回していただいたような形で、今回もやります。あのまあ、場所が阿倍野から、夏虫、もっと住吉の方へずっとあの辺の野原です。そこで、亡くなった生き別れたん、の、友を忍んで出てくるっていう感じですかね。ですのでちょっと亡霊な感じで、そこで虫が、たくさん鳴くのです。これがですね、本当に難しいんです。なぜ難しいかと言いますとですね、よく怒られたのは1匹しか鳴いてないって怒られるんですよ。あの虫がね、常に1匹しか鳴かないんですよ、どうしても。あのこれはね、多分目線とね、なんかいろいろ、まあ、未だにまあできないんですけどね、本当にここで鳴いてると思ったらそれ聞くじゃないですか。でもその時点で他のところでも鳴いてないといけないとかね、で、まあ、一歩でも近寄ったらそこの虫は鳴き止むやろうとかね、そうすると次後ろで鳴き出すよとかね、なんかね、その目が常にこう行って耳がそっちへ行ってっていうことを、うまく表現するように、振りはできております。うん、野原一面でなんとなく秋の月の明かりの中に虫がりんりん鳴いててっていう風景が、思い描いていただければすごく、まあ、その曲を待ってて幸せですし、多分最高な出来になると思います。そうですね、それで、日がこう明けていくので自分はまた元に帰って消えてなくなっていく感じ、その感じも非常に大事で、そこからずっと明るく、逆なんですよね、本当は本来だから舞台って暗くなっていって終わるんですけども、本当、実際問題は本当は明るくなっていってその姿が消えていってまた普通の日常の明るい世界になるというのがこの曲の最後でございますから、そのようにご覧いただければ楽しんでもらえるのではないかなと思います。今回もなんかこんな感じで喋ってしまいましたが、また何か聞きたいこととかまた言ってください。よろしくお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。